ではこれからシャッタースピードを設定してみます。まずモードダイヤルをシャッタースピード優先である TV に設定します。そして今この数字がシャッタースピードですので、こうですね、このようにしてここですね、このダイヤルを回すとシャッタースピードがどんどん速くなります。逆にするとどんどん遅くなっていきますね。はい、4分の1秒の後はどんどん 0.1 秒ですね、2秒どんどん遅くなっていきます。